先生まで伝わってくるんだ。後ろに手を組まない、横から前って教えてろ。横から前、真似しちゃダメなんだよ。ダメな人どうしてそうやってみんな真似をするの、不思議だよ、不思議だよね。ダメだって言ってる人を全てみんな真似するんだよね。手が違うんだよ、手が横、ちょっとフォートライトしてる時にね。でもこれはもう長年の不思議。いや、こうやって教えてるのに、こうダメな子をこうやってやってこうやってると、なぜかそっちにみんな傾くっていう傾向がある。なかなかそっちの方が楽なのかな。手をしっかり横手やって、結構これ45、1、2、3度上げて、はい、次のね、はい、大外側にね、Yeah.
次に倒れるのでもっと手が上もっと上8 9 10